昔友達の家でコントを見てました、テレビで。なんか私不快に思ってちょっと文句つぶやいてしまったら、 J さんこれコントなんだからそんなマジにならなくても、そう言われましたね。まあその時はああそうか思いました。でもなんかこれジョークという言葉、なんか免罪符に使ってるような気がするんですよ。何か不快なことを言ってきた人、その人に対してマジで答えると、相手はこれジョークなんだからこんなマジになるなよって言ってくる。ジョークという言葉を出せば許される、免罪符になる。私はならないと思いますね。決してジョークを免罪符にしてはならない。相手に何か言った、そしたらマジで返してきた、嫌だと思って返してきた、それが意見なんですよ。嫌なんですよ。相手が弱腰の人だとへーへーへーとかって笑ってしまうんですよ。それでごまかすんですよ。ごまかすっていうか言えないんですよ。相手に言ってへーへーとかってなんか言葉にならないような、でもその人の普通の笑いとは違う変な笑い、そういう声を聞いたら警報ですね。もうあなたの言ったこと、その相手からしたら冗談じゃないんですよ、不快なんですよ。だから相手に何か言って意味不明な笑いをされた場合、気をつけるべきですね。ジョークは免罪符にならない。プレゼンテーションの達人の本を読んでもジョークについて書いてありましたね。ジョークやめるべきだ、ジョークはいいことがない、そう書いてあったんですよ。だからあえている必要もないのかなと感じましたね。唯一使える場所はプライベートな場所、何か友達と飲んでる時、そのくらいかもしれないです。それでも相手が不快と思うようなジョーク、それはやめた方がいい。やめた方がいいじゃなくてやめるべきですね。全然いいことないんですからね。ぜひ私のチャンネル登録してくださいです。他にも Facebook、Twitter、Google+、ブログ、いろいろなものやってます。どんどん登録してください。